倒した。鬼駒が近づいてきたぞ。バトルだって無双ずら。君もプニプニして癒されるずら。友達になりますか？もちろん。プニコマズラ、プニプニしてるよ。なんか面白い。プニズラ、プリ肌、プニ、プニコ、うん、プニコマでいいズラ。レア。プニズラ、麦、俺の負けズラ。約束通り思う存分プニプニしていいずらよ。プニプニ、今日のプニプニこれで終わりずら。はい、というわけで、大図鑑じゃねえ、こっちこっち。メダル、新しいもの順。はい、ほのぼうのさんもいつの間にか友達にしているよ。持ち肌、クリティカルを受けると自分の守りにダイアップ。ハタクと嵐の術。プニプニコマズラ。プニプニしてしまい守りダウン。揚力素早さ型だね。うん、まあ使いたい人は使えばいいんじゃないのかな。じゃあとりあえずね、ほのぼうのを友達にしてきたから、そこちょっと進めるか。というわけでキュッピー、うん、キュッピー。やった。いや待てよ、今夜だな。先にね、ちょっとね、見つけたやついるからそれ言っとこう。どこだったかな、学校の前だったかな。ザウスモンドスクール。これね、あの毎日の読書をしようとしたら、下画面にほら、あそこ小学校の前、まあ、先読書しとこう。ダービンはまだ会いに行ってないんだよね。次、コロンブス、エジソンにしようかな。エジソンにしよう。エジソン時々出てたよね。はい、ゴッシュ。なになに、発明王として大成功を収めたエジソン。年をとっても好奇心は衰えない。80歳を過ぎても研究所にこもり、自らいろいろな実験を続け、その中でもエジソンが興味を持ったのは霊界との、え、ちょっと待って、そんな話は聞いたことはない。エジソンは死者との交信を成功させるため、84歳でその生涯を終えるまで1日16時間のベースで研究を続けていたそうだ。エジソン電気館。やっと最後まで読み終わったぞ。俺もエジソンみたいに頑張らないと。1日16時間も働きたくねえよ。今誰かから呼ばれたような。はっ、うわー、私がエジソンだ。エジソンって人間のはずじゃ。霊界との通信技術を発明し、妖怪になることに成功したのだ。いい、そんなことできるの。私の伝記を熱心に読むとはなかなか気に入ったぞ。私は妖怪ワールドにあるラボで、あ、これラックじゃね。うん、そこで直接話を聞かせてやろう。発明の極意を教えてやるぞ。それではさらばじゃ。はあ、びっくりした。妖怪ワールドの研究所がどこのことなのかなと。ヨップル社かな。ちょっとこれは近いんだったら助かるな。まあ、先にちょっとね、この入り口にある新しいクエストを受けとこう。学校でかっ。外回った方が早かったな。これこれ。デビット、うん、興味深いですね。どうしたの？調達品ところにネットで話題になった面白い噂があるんです。見てはいけないよとか。世にも奇妙な冒険、じゃあ世にも奇妙な物語かな。ジョジョと混ざったな、さっき。見てはいけない男と呼ばれる都市伝説、どうですか、気になりませんか。おお、ヌーだ。近年ネット上にぎわしているとでも恐ろしい都市伝説である。デイビッドと力を合わせてミステリー解決。
見てはいけない男って？いや、言うも気に、それはタキシード仮面と呼ばれています。なんでもその男は異常に背が高く、黒いタキシードを身にまとっていて、顔は血の気がなく真っ白だとか。なんだか不気味でウィッス。夜の街をふらふらと徘徊しており、そいつの顔をはっきり見たものは、私の口から恐ろしくて言えません。この話自体は数年前からあった都市伝説らしいのですが、最近になって急にこの町で目撃情報がネットに書き込まれてました。その正体を暴いてやりましょう。なるほど。まさかとは思いますが、タキシード仮面について調べるなんて言いませんよね。見たら死んじゃうんですよ。やめときましょう。調べるの手伝うよ。じゃあ誰じゃ。どうやってタキシード仮面を探せばいいの？セーラームーンをいじめればいいのかい？手がかりです。それならすでにあります。ノースピスタ地区のある一角、デリシャス通り。デリシャス大通りか。聞き込みはユーに任せても構いませんか。小学校メディアセンターでもう少し調べたいことがあるんですよ。任せて。情報集まったら教えてください。メディアセンターは東校舎にありますからね。あとやめときましょうって。まあタキシード仮面なんて調べてもいいこと何もないじゃないでウィス。いいじゃねえか、行こうぜ。これ教えてくれんの？夜だ、夜かな、矢印出てんだ。とりあえず行ってみよう。妖怪ワールドのヨップル社、ヨップル社のラボにエジソンいるかもしれない。あ、掃除終わってる。ラボ。ここかな？あの上の妖怪か。いたー、ラッキー近いな。こいつは戦うの楽だな。よく来て待ってたぞ。ここで研究しているのだ。私の実験を手伝ってほしい。バトルをするのだ。はい。バトル前に一つ、 99% の努力と 1% のひらめきでやる。本気でかかってこいということだ。準備する。こいつはなんだい、ハンバーガーが好き。相手にも使えるパティーン、もぐもぐバーガー。さあ強いのかな。この身の味発見じゃ。いくんじゃん。それなりに強い。いや、それなりぐらいだな。勝てなかない。いきなり必殺？ちょっと待って。自己強化型か？1% のひらめき参考。ちょ。今どこに何来るとか何もなかったぞ。はこい、よし、一発。一発で切って、早すぎなんだけどお前。早すぎんだろ、当てれるかこんなの。縦横無尽に駆け回りすぎだよお前。興味津々。あれ作んや。聞いたな。てか、なんか呪われてる。ひらめかない。このエジソンスランプだぞ。一つじゃねえ、お払いだお払い。ひらめかないよ。あ、終わった。よし、完全回復。自力でお払いじゃ。結構強いな。
池振り隊長。ひらめかない超スランプだなこのエジソン。ボゴレー、もう一回ブラフターたまるかな。くたばるがいい。ビリビリ移動ができないよ。ビーム 1% のひらめき。もう終わんだろ。ヒットポイントが見えないんですけど、まだ結構ある。ひらめき、ジバーコー。あー、2体目のブラスター来たわ。あー、いい、まあいいか。じゃあ倒しちゃおう。フィニッシュ。銀のこけし一発いやっほ、一発。おい、これちょっとサムネ困っちゃうじゃねえか。倒したエジソンが近づいてきた。君と力を合わせれば素晴らしい発明ができる気がするよ。はいはい、エジソン、エジソン、エジ、エソジン。お、イソジン、エジさん、エンジンソン、ミスター電気、エジソンでいいわ。お前はエジソンでいい。エジソンの妖怪メダルゲットだぜ。なんと私が負けるとは。実験結果は何かひらめきそうである。新発明のためにまた今度実験を手伝ってほしいぞ。もうサムネをどっちにするか迷ってしまうな。妖怪メダル。よし、新しい。ひらめき、味方全員が使う雷属性のクリティカルが出やすくなる。揚力超高。偉人レジェンド、ヘッドバット、 1% のひらめき、しびれる床を発明。あれ発明だったんだ。いやいや、あのね、地面威力やばかったね。移動できない時にあれ地面に出たら、あの持続ダメージ200数十がずっと続くのか。結構鬼なコンボができそうだね。まあ運任せなところあるけど。じゃあとりあえず回復して、こっち行ってみる。どこつってたっけ、あんま覚えてねえな。適当に流しちゃったから、多分北かな。お、わかりやすい。矢印が3つもある。こっちからしか行けねえ。ダムガオ、ここだ。あ、今日のあれ見とこうか、せっかくだし。日替わり、日替わり。なーながなー。3倍、ゾウムシないねえよ。ついでにちょっと一回だけガチャっとく。すぐそこだからね。ドリームルレット会社。
早くダーツにチャレンジ。と3回で3回だよね。うん、別にいいよ、1回しかしないから。回します。スノーラビーはいる、鬼神のバッチは別にいらない、カンフーマッハもいる、ドジラもいる、邪神の塊は欲しいな。さすらいコイン、五つ星コイン、やっぱこの辺はね、陽気ゲージ10使っていきたいね。じゃあ邪神の塊かな。デビビーランドリームベッチ、2個増えた。ここだ。ひどい。粗品ってド外れじゃねえか。甘くねえな。で、そこの矢印のところに行ってみようではないか。ノースピスタチク、ポートサイド。お、会社前に一つ。ここか。おじさん、タキシード仮面について何か知らない？タキシード仮面、聞いたことがない。タキシードといえば、仕事が遅くなった日の帰り、タキシードを着た背の高い男を見つけたよ。確か通りの向かいのカフェかな。店は閉まってる時間だから変だなとは思ったんだけどね。どこかに消えてしまったの。暗かったから顔は見てないんですけど。見てはいけない男、七地点の目撃情報をつかんだぞ。このおじさん夜だったから命拾いしたんでウィスね。顔見ていたら信じてたでウィスヒー。左にショップがあるけど、あれ多分ホットドッグ屋だから行かなくていいか。次だ、次の情報をゲットするんじゃ。ハンバーガー屋の中とここだな。お前か、お姉さん、あのタキシード仮面について何か知りませんか？ネットで話題になったでしょ、私見たよ。え、どこで？ちょうどこのアイスクリーム屋の前だよ。なんか窓ガラスに映る自分のことじっと見てたの。変なポーズし始めてめちゃくちゃ怖かったの。A 地点の目撃情報ゲッツ。顔見ちゃいけないっしょ、だから思わず逃げちゃった。マジやばいって、君も気ぃつけ。窓ガラスに映る自分をじっと見る。ちょっと怖いかも。ただのナルシストじゃねえのかい。さあハンバーガー屋の中だ。ポップコーン、あ違う人だ、ハンバーガー屋さん。ハンバーガーはこれどうなんだろうね。こうアメリカで買ったスターバーガーの方が、多分高いからこっちの方が効果いいんだな。10個ぐらい買っとくか。また来てくれよな、 See you again。 あ、いたいた。君もハンバーガー食べるの？スタバーガーうめえよな。今タキシード仮面について調べてるんですけど何か知りませんか？タキシード仮面見たことあるよ。毎日ここに来んだけどさ、時々水の外を走ってるみたいだよ。いい。俺はハンバーガーに夢中でいつも顔は見てないんだけど。さあ情報は揃った。タキシード仮面についていくつか手がかり集まったね。一回デイビッドに教えてあげよう。もうやめましょうよ、見たら死んじゃうんですよ。お前も死んでんじゃねえか、幽霊だろ。そうですけど、そういう問題じゃないんですって。もう小学校東校舎のメディアセンターにいるって言ったよね。じゃあ行ってみよう、やってみよう。私は何も聞かないですからね、行くだけですからウィッス。このハンバーガー動くぞ。あれ、ヒモ G のアメリカバージョンみたいなのが出たぞ。ハングリー G、 ヒモ G G、 ハングリー。このバーガーとチキンの組み合わせずっと食べても飽きんぞい。
スタバがエクセレントの3個やろ。ありがとう。戦えないのかい G。 何ひも G に USA の元がなんかぶち込んだらなんのハングリー G。 わからん。なるほどわからん。学校に行こう。セキン。走る走る。こっちか。あ、いたいた。情報集まりました。うん、私聞きませんからね。なるほど、僕の方も新しい情報があります。タクシード仮面が現れるのはどうやら夜です。今までの目撃日時から計算する、今日も現れるでしょう。見てみたいと思いませんか。今日の夜待ち伏せするっていうことだね。それもお任せ。ユーの持ってきた情報が指し示しています。ABC の情報から計算すると浮かび上がるポイント X 地点、そう呼びましょうか。彼は必ず現れると言えるでしょう。デビッド、すげえ。タキシード仮面の正体を暴いてやりますよ。地場守る。タキシ、終わったけど怖がりすぎじゃない。今日の夜デビッドとタキシード仮面マジブでするから、持ちのロン。よし、じゃあ寝よう。日本の実家に帰って、んーとね、とりあえずまずはあのルンバを、ルンバチェック。ピーピーピー、来い。大成功、大成功。全然故障はしょっちゅうなのに大成功はほぼ来ないっていう。お、妖怪いる妖怪いる。カレーがある。なにかにゃん。これは口ずべらしい。ひったでか。口ずべらしい。口ずべらしい。ニックネーム。口がある。だらしな、ま、マウス。まあまあ口だからマウスだけど、犬だからな。つるる。すべりけん。すべりけん。志村けんみたいなからすんじゃねえ。よし。犬手抜き。ゴミラーメン、豚骨ラーメン、ドーナツ、マトンカレー。ゴミばっかだなおい。まあゴミ掃除してんだから普通なんだけど。寝るにゃーんと、夜じゃね、朝まで寝たら夜だな向こう。USA で寝るとゾンビナイトが急に始まるからな。学校じゃなくていいんだな。もう直接行きゃいいんだな。警察署から上に行った方が早いか。